こんばんは、テレビプロデューサーの佐久間信之です。乃木坂フォーティシックスの久保し織さん、お疲れ様でした。二千二十四年八月七日水曜日。この時間、私、佐久間信之が日本放送からお送りしてまいります、えー。東京は雷がすごかったですね。本当に、ちゃんとした稲妻が何発も落ちて、非常に怖かったということで、皆さんのお住まいの地域はいかがだったでしょうか。あのメディア界のドクターことと呼ばれているですね。 あのチャリ通でおなじみの佐久間でもこの天候ででは無理ですね、まあ、正直この天候っていうかまずは雷とかの問題じゃなくてまず暑すぎて無理っていうのが <laughs> あるんですがいやこれでもそもそも,もうタクシーも捕まんなかったからねやっぱね2日連続でしょあの土砂降り雷ねいたい飯食って誰りするとゴロゴロって言い始めたと思ったらもうドカーンってなってねだからもうマジ 熱帯雨林にいいるのかななってううよよう感じだよね生活ねでレインボーブリッジもなんかどうやら電気が消えてたらしくてあれって停電なのかななんか雨と霧でレインボーブリッジがもう盗まれたみたいなってんで, <laughs>、うん、で今日、まあ、帰ってまだ雷すごかったからちょっとそのカーテンを全部開けてまあ扉は開けずにねで,で部屋の電気消してあの外見てたの。でピカーンドーンってなるじゃない。 だそのラスボス <laughs> ラスボスボ登場感あラスボス登場感が味わえるもしくはその,俺の知らないところでボス,ボス戦が行われてるモブ <laughs> 遠くでボス戦だから悟空対ベジータ的な戦いが僕のヒーローアカデミア的な戦いが行われてるのをその外外で感じてるぐらいの雰囲気だったよね。 もうドカーンって、うん、になっててにななたからなあのだからもうそのレインボーブリッジも盗まれて大掛かりなマジックみたいなやつあのフジテレビの本社を消したやつ誰かが誰セローが消したんだっけ、うん、その日本そんなような感じがありましたよ。まあ俺はあの手品師さんはあの藤井明さんしか仕事したことないんで <laughs> 藤井明さんしか仕事したことないので手品を語る資格はあんまりないんですけどね藤井さんのそのちっちゃいけど面白いやつはたくさんあ、マギーシンジさんもあるか一応マギーシンジさんも手品師なんだよねそうだよね、そうだよねマギーさんもあるわそのお二人だけですねだからもうほぼほ,ほ,ほぼ耳か口かでやってる人 <laughs> <laughs> しかいないんですけどね超能力者はいますよ超能力者はやっぱなんかあの十文字さん 玄斎先生はもう10代青春高校やってるときに10代がかかりまくったから。でこれさ正直俺ずっと信じてなかったのよ催眠術なんてっていう人間だったの。なんだけどだから会議でそのアイドル番組って言ったら催眠術ですよって作家さんに言われたときに「いやまたまた」とかっていうふうに言って言ったら。 マジ6割から7割かかんのね10代って。でやっぱりさ最初は10代もやりに行ってんなって気持ちもちょっとだけあったんだけどやっぱり呼吸困難になったりするからあどういうことかっていうと先生がもう完全に催眠術かけてまず立てなくなるのはそうだ。で歩けなくなるとかそうなんだけどその後この人の言うことも先生はだからそんな危ないやつかけないけど。 この人の言うことも聞くみたいのをやって、そしたら小木さんが、その、半分冗談で、えー、加湿器から出てるのが毒ですって言うと。それ、要は、冗談でね。そしたら、それ吸ったら本当苦しくなっちゃって。で、慌てて止めたんだよ。っていうことがあるぐらい、でもそんなのってさ、やっぱその、やりに行ったらできないじゃん。だからやっぱかかるんだよね。で、なんとなく俺の中の、 催眠術かかる人の定義っていうか自分が人生の主人公だと思ってる人はかかるわかるなんか、えっと、自分を俯瞰で見ちゃうタイプの人はかかんないあのー、その生徒たちの中でもあまあ俺はそのポジションじゃないですねみたいなこと言うタイプの人はかかんなかったのよでもすぐ泣いたり自分がちゃんと人生の主人公だなって感じがある人はかかったのだからねあのー 生徒たちにかけてるのに後ろにいるアナウンサーがかかったことがあってやっぱ森霞はかすかみ、ね、<laughs> はねかあのそっちに向けてやってないのにかかったんだよ。<laughs> やっっぱ肩入れてかかったかたら <laughs> <laughs> そんなかかり方するんだってのは俺ちょっと笑っちゃったんだけどでもこれ森はやっぱ真面目にマジにかかっちゃんとかかったからだからじゃあっ自分多分催眠術も本当は催眠術って予備催眠ってのがあるのねあのバラエティーですぐポンってかけてかかる人はよっぽど才能がだからみんなかかんないっていうのはそうなのわけよでスターってかかんなかったりするっちゃそれって何でかっていうと予備催眠する時間もらえないわけ。 予備催眠ってあの要は収録の前とかに一回ちゃんと説明するの説明というかなんつうのあのリラックスさせてでなんか立てなくなりますよとか一回ぐらいやっといてのやるのがやると完璧にかかる人が多いっていうのもあってで10代はその予備催眠の時点で全員酔っ払ってるみたいになっちゃって「ちょこれ収録できますかみんなニヘラニヘラ笑ってますけど」みたいな <laughs> っていうぐらいかかるんだよねうん。 だだからあのー、なんだっけ、ね、芸人はあんまりかかんないよね。だって要は自分を俯瞰で見なきゃできない仕事じゃん。うん、天然の人以外は。だからかかんないって俺の中の持論ねあの。自分ちゃんと人生の主人公だと思えるタイプの人はかかる。だから俺は全くかかんなかった。やっぱディレクターやってる人はかかんないんじゃない、うん、そういうそのどうすればいいのかなとかって思っちゃう人は。かかんない自信いや俺かかんない自信あると思うよ。でも1回かけられたことあるけどその時はかかんなかったからね。 でこんなに振っといてもめちゃくちゃかかったらどうするって話なんだけど、うん、イベントの V とかでさ <laughs> イベントの V でやってみるいや俺かかんないと思うよ、うん、このやっぱ自分に夢中になれる人しかかかんないからね予備からはかけられたことない,い予備からかけられたことないから分かんない予備はねい,いたことないからねタイトルコールできなくなる際ン <laughs> いや怖いよそんなの <laughs> あーまあでもねまあ、興味はあるよね、うん、なんかそうそうそうだからなんだろうな、まあ、一発でかかる子はほんと最終的に猫になってだからねでも猫になれるってさやっぱさ自分がさ猫になっても大丈夫っていう主人公感がないと無理じゃないやっぱと思うんだよね、うん、だからまあ, <laughs> あイベントねイベントでやりますよ俺は。<laughs> <laughs> ラブレーターって言っちゃうか催眠はもうかかってる <laughs> 誰かがかけて俺が解けてないだけかもしれないもしかしたら。<laughs> っていうことですね。えーまあ、あのまあこういうねお天気の時はお家でエンタメを見ていただきたいんですけどあの9月になるんですがついにトーク・ソバイバーのキャストが発表されましたネットオリックス。Netflix えー、劇団ひとり小木さん矢作さんチャンスおしろ長野ダイアン綱さん野田クリスタル野呂佳よ加野英孝かまいたち山内くんモグライダー芝くん原市沢澤部くんヤーレンズ奈良原くんジャンポケ斎藤くん見取り図森山くんニューヨークの二人さやか新山すがちゃん最高ナンバーワンボルジュクアンリエルフ荒川ンピー井上さくら藤原フジモンアンジャッシュ渡部さん手越くんみたいな人たちとかが出てくれるみたいんで。 まあ、ドラマーパートはジェネレーションズ片寄さんとか森川生さんとか堀田ネさんとか清水裕也さんとか安樹さん寺脇康美さん竹中直人さんも出るっていう結構ほど <laughs> 大,大変だしたよ大変だったわかるでしょこれで <laughs> <laughs> <laughs>、うん、大変だったけどまああのもうもう本当にとにかく編集は終わってるんですけど完璧にあのもう面白いと思うんでぜひ見てほしいあのー、特にね1話,1話は もうあの昭和極道編から始まるのねあのねあ昭和極童編といえばもう大悟がやりたいものが詰まってるじゃないだって長渕さんファンだしだからその大悟のやりたいことを全部詰め込んだドラマパートとあとはあのー、後半のあの SF 展開のみたいなのも楽しみにしてほしいなと思うんですけどシーズン1が学校と刑事でシーズン2が病院からパニックものみたいなものになっててシーズン3がもう本当はもう完全に。 まあ昭和極道編っていうか、まあうん、途中トンボですもう格好を見てみれば分かる通り、<laughs> もり大学のやりたいことが全部詰まってるんでただね矢作さんとか山内くんとか津田くんのヤクザ役がめちゃくちゃゃく面白いのよあと津田くんのチンピラがあんなに似合うと思わなかったのでそれが面白くて現場でセリフ増やしちゃったからね津田くんのチンピラが面白すぎて。 でねすごい面白い今回だから津田君だって演技うまいんだってみんな意外にそうあと山内さんも山内さんも山内君もうまいでもうはっきり小木さんは下手はっきり小木さんは下手あのー、あとその見取り図の森山君がまああのちょっと何て言ったの経済役座的な役柄はちょっと出てくるんだけどあの ちょっとムカつくぐらい作り込んできて。<laughs> <laughs> 役を。トークサバイナバーなのに役作りしてくるっていう <laughs>。それは面白かったですね。あの、まあまあ、近くなったらもっと言います。あの、すごいもう本当。今までのトークサバイバーで一番面白いんじゃないかって、かが取れた、かがあって。うん、それはぜひ見てほしいなって、早い段階に来るんで。はい。で、立ち会いには滝沢カレンさんと秋元真夏さんとていうのもありまして、ね あの佐藤栞里さんもあの今まで「シーズン1」ンで出ていただいて別にそれなんかあの何かで外れたとかじゃないんですよ何でかというと芸人さんが集まるスケジュールがねあの土曜日に集中したりするとそれはもう佐藤さんどうやったって「ブランチ」で無理っていう <laughs> そういうことがあるんですよ。うん、<laughs> っていうだけ,だ,けだけではあるので木曜は有吉の壁で無理。<laughs> なんでっていうね。まあでも秋元さんもすごい面白いんで、ぜひ。えー、あの、オールナイトファミリーからは野田クリスタルさんが出てですね。野田くん面白いからね。非常に野田くんが、あの、初エピソードたくさん出してくれてると思うんで、それもぜひ。はい、ということで今週も始めていきましょう。佐久間信之のオールナイトニッポンゼロ。 改めましてこんばんは、佐久間伸之です。毎週水曜日のこの時間は佐久間伸之のオールナイトニッポンゼロをお送りしております。あのー、どうでもいい話というか、もう本当につい半日前、5、6時間前に起きた事件がありまして、あのー、まあある IT 企業で打ち合わせしてたんですよ。で打ち合わせして終わって。 で帰ろうかなと思って結構そのおっきい会社あったからまあエレベーターが何基もあることころで,でエレベーターで降りていってで受付に向かってく途中に受付に、ね、からこっちに向かってく感じのところに R していたのあのクリーピーナッツのね R していてで「お!」ってなってでもライブも行ったしまあ、ね、1か月前か2か月前にあったからで R してたってところこっちに近づいてくるから「お !RR!」R R って俺言って手挙げてで あのドジャースタジアムのやさーって話しかけて、で結構な距離でね。もうただ、あの一メートルぐらいの距離で、アールシティに話しかけて。ただ、アールシティじゃなかったんですよ <laughs>。あのね、本当にアール、だから、あの。ちょっと離れてアールシティかと思うはわかるじゃん。近づいて。 1m 1の距離で R 指定だと思うぐらいの R 指定の人だったの。<laughs> で「R 指定」と思って喋っててで「ああ」ってあ「僕は俺のこと知ってて佐久間さん僕 R 指定じゃないんです」<laughs> って言われて「えー、てでも一緒にいた人が全員 R 指定だと思ったの。でそのままエレベーター乗ってったからその一緒にいたその会社の人に別れる時に「いやあの人誰,誰ですか?っ」って言ったの。 R 指定ですよね?」って言ってて「私も R 指定だと思いました」って言ら「すみません分かったらあとであの人が R 指定だじゃないってい証明をください」って「R <laughs> <laughs> 指定が俺に嘘ついたと思ったの最初」でねその後写真が送られてきたんだそ,そ,その IT 企業の人から「あ違いました」と「なんかサイネージとかそういう会社の方での経営してる方です」って,言われて送られてきてでその写真を送られてきても「 R 指定なんだよ結構だからまず福田に送ったのちょっと俺間違えたんだけどふっと福田に送って福田に送ったら福田からいやこれ R ですよって <laughs> 帰ってきたのよ福田からだからもうこれは確かめるしかないと思ってあんましないんだけどすげえ久しぶりに松永に送ったの、ま、松永に LINE したのよこれあの俺がその IT 企業で間違えてその声かけたら R ステージなかった人って言ったら松永からしばらくして「今までいろんな R2 を見てきましたがこれが最も完成度が高い <laughs> これは R です」って書いてきたね <laughs> 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 だから松永が、あのー、R として認めてくれたのでねあの。方方がそのの IT 企業の方経由で SNS に上げていいって曲もらってるんですよ <laughs> もう本当にちゃんとちゃんとその方から「あ,のー、あの上げていいですよ」って言われてたんだ、うん、え持ってないってこと、うん、<laughs> 俺が RCT って,て間違えたのを、うん、あのー、<laughs> 証明するからちょっとあのまずまずスタッフに見せようかな。 スタッフにだけ見せるそれもあのー、これちょっと見てこれこれマジ,マジでマジでマジでこれ見てこれ、ま、<laughs> マジで見てほしいんだけど <laughs> R だろ <laughs> これ <laughs> これ R 指定だよなツイートするわ今からあのー、うん、だからツイートするから見て佐久間がツイートするからうん、うん あのツイートしましたあのツイートしたんで皆さん見てくださいこれがあの俺が R− 指定と間違えた人です <laughs> <laughs> 17にも見せますわ、うん、これですこの人ああこれ <laughs> R− 指定でしょ俺悪くないよね <laughs> これ俺悪くないでしょこれはほんとさ 服もさ R してるじゃんで上下黒だったのよそれで歩ってたから俺はもう「ある!」って寄ってったんだけどこれはもう「あるじゃん」<laughs> なあこれだからみんなね多分今今ツイッターで見て X で見てくれてる人はみんなそうなんじゃないかなこれはもう「佐久間しょうがない」ってなってると思うよ、うん、<laughs> やっぱみんな「うん、R してぇじゃん」ってなってるよも なんかこれ不思議なんですねこれ名刺の部分はさすがに隠したんですけどあの出してもいいって言われてるんですけどねあの会社名も言っていいって言われてるんですけどまあ一応言わないですけど R はだからそのさあったじゃんあのナイトスクープでさあの本当は双子だったみたみいな <laughs> <laughs> 俺もそれも疑ったんだよでもさ双子にしてはさ寄せすぎじゃない <laughs> で、なんかどうやら違う方らしいんですよちゃんと会社を経営してらっしゃる会社なん,てなんかそういう会社の偉い方らしいんですけどであとねこの人なんか針のない時計してたの写真見返してみて思ったんですけどデジタル時計じゃないのに針がない時計してて、ね、金属にへこびみ,みたいなのもあるんですよこれ何なのかあの知っててる人がいいたら教えてください <laughs> <laughs> これもちょっと気になっちゃったんで。うんうん ってこの人より R 指定似てる人知ってるよって人いたら教えてくださいもうこの人は R 指定だと俺は思うんで <laughs> <laughs> はいということでメール募集しましょう今日のテーマは手品みたいですそう感じた出来事を送ってください受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコムサクマットマークオールナイトニッポンドットコムメールを送ってくれたりつながる中から抽選で5名に番組ステッカーをプレゼント住所と本名をお忘れなく さてこの番組はライブ配信アプリの17でも東京千代田区有楽町日本放送第3スタジオのライブ映像とともに同時生配信でお届けしています17のアプリをダウンロードしてオールナイト日本ゼロのアカウントをフォローするだけで誰でも簡単に無料で見ることができますオールナイト日本ゼロぜひ17でもお楽しみくださいではここで1曲 LR でノッキンオンヤアドはレスリング男子のグレコローマンスタイル7 7キロ級決勝で 草加穂選手がカザフスタンのジェメブ・ジャドライフを下し金メダルを獲得しましたおめでとうございますいやーついに曲中に飛び込んでくるというですね斎藤の迅速な判断のおかげでその代わり渡された瞬間に読んだんだよゃジ,ジ,ジェメブ・ジャドライフ選手をすごい緊張しながら読んだという。 これはすごいですねおめでとうございます、久坂選手うわあレスリング強いですねー一文字目裏返っちゃったからね <laughs> おめでとうございます 中楽町日本放送キーステーション全国ネットで放送中佐久間信之のオールナイト日本ゼロ佐久間ですこの時間佐久間信之のオールナイト日本ゼロをお送りしていますあの改めて草加尚選手おめでとうございますおめでとうございます あのこれにかこつけて言うわけじゃないですけどその俺がよくしよし仕事してる作家の大井さん大井陽一さんってアウトサイダーのチャンピオンにもなった日本で一番強い構成作家なんですけど <laughs> あの娘さんが、えー、と過去高1高2の時にあのインターハイをレスリングで制しててで息子さんが今回先週のねあの先週末の,あの高校のインターハイレスリング、えー、2年生などに制しました。<laughs> 大井さん一家にはインターハイのメダルが3つから4つはある <laughs> アウトサイダーのあの,あのメダルというかまああれもあるチャンピオンベルトもあるらしいっていうね全員強いって一家ですからね <laughs> だから4年後とかロス五輪とかねわかんないよそんな、うん、まあ過度な期待もじゃあ,あれですけどあの人の人生ですからただもしかしたらねあの俺がもしラジオ続けたりしたら大井貴一。<laughs> <laughs> 言ってる可能性あるからなほんとすごいよい大井さんいっかえラジオメ,メールラジオネームお疲れボブちラジオメールって書いてあったねここに <laughs> <laughs> いや俺もびっくりしたよラジオネームのところにラジオメールって書いてあるから <laughs> <laughs> 催眠かと思ったよラジオネームお疲れボブ 本日高松空港から羽田空港に向かう飛行機に乗っていたのですが、落雷の影響で着陸できず、静岡上空を1時間ほどぐるぐる回っていたのですが、燃料切れのため関西空港で降ろされまして。うわ。今空港で寝たら確実に始発の時間に起きる自信がないので、佐久間さんのラジオでなんとか起きています。本当に助かってます。ありがとうございます。ああ。 なんか倫太郎かなんかも飛行機でなんかそのツ,イツイートしてたかなんかな降りられなかったとかっていうのあったからみんないるだろうねこ国内であのー、国内福岡とかね北海道あたりからあるもんねあそっか、えー、続きましてラジオネーム「鴨の橋」。 えー、フジテレビの球体を消したのは謎のマスクマジシャンですちなみに自由の女神を消したのはデビッド・カッパーフィールドですいやセロじゃなかったのか何だよ謎のマスクマジシャンって <laughs> え謎のマスクマジシャンって謎のマスクマジシャンのまま終わったってこと別にネタバラしとかなかったの番組のラストで外したりしたの「マリックでした」みたいなそういうことやんなかったのかねいやどういうことこれもしくはあれなの あのー、セロ的な人とかが裏かぶりでその謎のマスクマジシャンで投資でやったとかそういうことではないのかなあこいつが途中でこう見るのやめただけなんじゃないの、うん、トランプマンだとかだったんじゃないの最終的には <laughs> えー、ラジオネーム群馬のダムを。 僕も催眠術は信じていなかったのですが友達がすげえ術師がいると言ったので体験しに行きました催眠術師に目をつぶってください私がカウントダウンして手をたたいたらあなたはホワイトタイガーの赤ちゃんになりますと言われて何言ってんだこいつはと思ったのですがそこからしばらく記憶がなくなり何が起きたのか分かりませんでした友人に僕がホワイトタイガーの赤ちゃんになっている動画を見せられて初めて催眠術にかかってることが分かりましてええー へ催眠術そんなホワイトタイガーの赤ちゃんってさそもそもホワイトタイガーの赤ちゃんを知らなくない想像でやったってことそんなことあんのイメージできんのへえホワイトじゃなくてもいけそうな気がするけどなでもねやっぱ不思議だってだって10代の頃ってさ食べられない食べ物だ食べられないじゃん追えってなっちゃうじゃん。 それが食えるんだもんみんな全然あの催眠術かけられるとでそのまま解くと吐くんだけどまあ吐くんだけどってかあか口に入れてたら出しちゃうんだけどああどうからな不思議いや俺はかかんないっしょ <laughs> しゃばくないっすから <laughs> しゃばいやつがかかんでしょ <laughs> 催眠術って。 うん、多分かかんないと思いますけどね。<laughs> えー、ラジオネーム群馬のダム時計ガチ勢です。偽 r 指定さんがしている時計は多分グッチのグリップウォッチだと思います。グッチなの？うわ。今ちょっと画像だけ見せてもらったけど、これはこれはだって。グッチのグッチのマークの部分が8割で、時計の部分が本当にちっちゃくしかない。<laughs> どういうことこれどう,いうことなんこれどこ見んのあ,あそうなんだなんかねえっ、ー、と、えー、あの扇状に体重計みたいな感じ昔の体重計昔の体重計みたいな感じであのー、ちょっとだけ出てるメモリーがそれで何時って分かるやつらしいあとはもうグッチーほぼグッチーのマーク <laughs> あーこれだから「偽 R 指定は金持ちだよね」じゃないじゃまあでも相ね R はこれしないもんね R は基本的にこうなあのブランド品あんま身につけないもんねだからやっぱ r シ指定じゃなかったの、ね、あの人は俺未だに疑ってたからねまだちょっと俺 r 指定に嫌われて知らない人のフリースしたんじゃないかっていやあのさすがにだけど 1m の距離で無視されてるっていうかう首振られてる時はちょっと思ったからねうんいやそうなんだえー、ラジオネーム藤原本おスマブラ参戦 芸人さんの中でも「ノンスタイルの石田さんは催眠術がかかりやすすぎてテレビでは NG 仕事ということになってます「ノンスタの公式 YouTube チャンネルで単独ライブで流された石田さんが催眠術にかかる企画 VTR のダイジェストが上がっているのですがただの水がお酒だと思ってしまうという催眠術でちゃんと酔っ払って寝てしまいあまりのかかりやすさに術師の方が引いていましてうーわーそうなんだでも本当にかかりやすすぎる人は。 テレビで他の人だからうんいやそうそうでだからそういうかかりやすすぎる人はちゃんと解くのをやるらしいよじゃないと外でその,あのスマホで見てたりしてかかる可能性もあるからだからちゃんと解くって言ってたよっていうふうに言ってた。 ただやっぱあの森てなは呼びからね森さんは予備催眠もし,な,、ね、<laughs> 眠もしなくて女子高生にかけてる裏でもう寝てたからね <laughs> あれはすごいですよあれは本当主人公じゃんできないですうん <laughs> あのー、先々週かなまあちょっとこれはちょっとした話なんだけど梶さんと5年ぶりに飲んだんですよえっ、ー、とー でカジさんと何で飲んだかっていうと俺渡辺エンターテインメントのライブの審査員を毎年1年に1回カジさんと小松さんと深川さんとかでやってるんだけどそのあと打ち上げがあったりするんですけどその時に1年に1回ぐらいカジさんと飲むからあのー、だったんだ今年俺もカジさんも仕事が忙しくて俺はトークサバイバーの編集してたりカジさんも特番の編集しててでイベント終わってすぐ帰っちゃったからあ今年1回も飲んでないから1回ぐらい飲もうねって言って2人で約束してサシで。 で、お互い時間間違えててあの最悪の,その俺も30分遅れるみたいなで、カジさんも最初店の予約間違えるみたいなことしてたんだけど <laughs> で、2人で飲んでてで2人で飲んでてちょっと酔っ払ってかいさんが、まあ、酔,っぱ酔っ払われててまあ俺,俺も飲,飲んでたんだけどで、カジさんが携帯いじり始めたからカジさんと過去飲んだ時って毎回誰か呼ぶわけ。で10年前藤井健太郎さんとカジさ,さんと飲んでた時はあの。 3人で飲んだ時はあの誰かに LINE してるなと思ったら有吉さんが訪れた10年前ねでまあその4人でその <laughs> あの別の飲み屋行ったらノリさんが行ったってのもあったんだけど <laughs> <laughs> で5年前はその千鳥とまあまあお互い千鳥として俺もキングちゃんが終わったばっかだったから飲んでてで、えー、その時カジさんが呼んだのかノブさんが呼んだのか分かんないけど若林君が来たんだよねでその時写真残っててでさんがじ あの携帯いじってたからあのこれ誰呼ぶのかなと思って、あのー、その誰呼ぶのかな俺黙ってたらまあたまたまなんだけどたまたまいろんな芸人さんいろんな中空いてらっしゃったのかもしれないけど、うん、サーヤがあの現れたのはあのー、だからゲンの,のいい飲み会だから、うん、サーヤが売れるんじゃないかっつったんだけどよくかけたらめちゃくちゃ売れてるって。<laughs> <laughs> ま、それぐらいの話しかないんだけどねあのもう写真が上がってたからサヤが上げたりしてこれどっかで話した方がいいかなってそういう流れあのー、だから金沢サヤさ読んだ時点で俺が西田読んでもよかったんですけど俺西田の連絡先知らねえっていう <laughs> 俺知らないんですよ知らないんでねあ,あのあとこれ俺とあるものの2ヶ月ぐらいのドキュメントなんですけどあのまあこ,れここで話したら3ヶ月前ぐらい作業場を借りたって。 でね、まあ、えー、対面の打ち合わせも増えてきたからっていうので、あのー、でそのテレ東の人とかもたまに打ち合わせ来るようになったんですよ。まあ俺が方が忙しかったりした場合って「あテレ東じゃなくてこう作務の作業場行くよ」みたいなことで来てくれたりするんですけどそういう時に来るおじさんたちって結構ちゃんとしてる人だからなん,かなんか俺別に事務所を開いたわけでもないただ作業場借りただけなのになんかあのワイン持ってきてくれたりするんだよお祝いだよみたいな感じでね。それがたたまたま本 ワインが来たたのね渡されたので俺そんなに飲まないんだけども,もらったやつを冷蔵庫に入れとくじゃない冷蔵庫俺はワインその愛好家でもないからで冷蔵庫入れといたら今度その来客用の水とか入れとくじゃんその事務所のその冷蔵庫ってそれがもう入んない感じになってきてワインでだからこれはあまあさすがにワインセラー買った方がいいのかなと思ってであのー、とか思ってたんだけど俺作業場をさ 基本は作業するスペースを中心に置いてたからキッチンなんかすごい狭いとこなのね。でね冷蔵庫置くと横がもう2三3 0ンチの隙間しかなくてここに置かないと作業スペースの方にワインスラー置かなきゃいけない。でこのスペースに置けるワインスラーなんかあんのかなと思ってネットででそしたらもう1本もらっちゃったから4本になっちゃったからもうこれ冷蔵庫いっぱいだからと思って片カ方タカタと調べたらなんか34万でなんか縦に細いで7本ぐらいしか入んない。 やつがネットで見つけたのよ。これを何も考えずに買ったの。ネットで。で、ちょっと数日後届いて、で、届いて、開けました。そしたら望み通り細長くて、幅15センチ、高さ80センチ、奥行き50センチぐらいの細ワインセラー。で、それが縦に7つぐらい入るやつ。で、それを冷蔵庫の横に入れたら、ぴったり入ったのよ。こああ、よかった。ぴったりだと思って。 コンセント挿してで冷えたらワイン移せばいいんだなと思ってコンセント挿したのでコンセント挿してえっ、ー、とその作業場のほ部屋の方に戻ろうと思ったらブワーッと音が鳴り始めたのねあま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 ああの何つったの、ね、昔の冷蔵庫みたいな音ファンが回る音ねまあまあこれ冷えたらあのー、冷えるまでは出るかとかって思いながらその仕事してたので仕事してでまだブワーとなってて収録行ってで収録行って また夜ちょっと戻ってきたのよ。まだ編集があったからと思って。で、作業場戻ってきたら、扉開けたら、ドア開けたら、ふわーっと音がして、ああ、エアコンつけっぱなしだったかと思って、エアコンの方に行ったら切れてて、えー、と思ってキッチンの方に行ったら、ふわーっと音が、あの、5時間経ってもしてたのね。で、中開けたら冷えてるから、あー、と思って、まあ、とりあえずワインを移しました。 そうしたら冷蔵庫開いたんでそこにまた来客の水とか入れてで閉めてキッチンに置いたら音するなと思ってでねあのー、部屋戻ってエアコンつけたら消えるぐらいの音なのよまああとキッチンがあの俺は作業場の奥の方にしてるから別,別場所だから別にいいんだけどまあ全く気にならないでそれで仕事してて気にならないかと思ってで仕事しててでエアコンちょっとつけすぎて寒いなと思ってエアコン切ったら「あぁ」ぐらいの音が聞こえるわけ。 ままあちょっっとと気になるななる思って、まあ、でも分かんない明日になれば、あのー、と思って、えー、帰ってで、まあ、トークサバイバー編集中だったからスマート作業場に朝来たのよそしたら扉開けた瞬間ふわっと音がしてんのまたエアコンつける気にならない打ち合わせ喋ってるから気にならないお茶取りに行くふわちょっとたまらずそのまあそのサイトのレビュー見てなかったからレビュー見たのそしたら エアコンとの音と同じくらい音がします。思ったよりモーターのファンの音がします。これ2個ね。3つ目結構うるさい。常に全力でファンが稼働している。温風が吹き出している部屋には置けない、えー、もう1個が静かです。俺は全然気にならないけど、なーって4対1で4。うるさいなのよ。<laughs> で、1。俺はなんか気にならないけど、なーはなんかもうほんと。本当うん、作ったやつのコメントっぽいね。<laughs> えと思って「そうかな?」っていうやつのコメントなので俺その時も「えこれまさかずっとそうなの?」と思ってでまあでもと思ってその時はまだ俺がやっぱ買った俺の失敗って認めたくないから結局でもエアコンつけてるし夏気になんないだろうとあと俺夕方ぐらいまでしか部屋にいないし帰っちゃうしと思ってたんだけど トーー、クサバイバイ先月ぐらいがトークサバイバーの編集のさらに佳境になってきて他の仕事が終わった夜中に週末に編集してたりして夜中にやっぱ順調にいかなくて徹夜だなってていう時が出てくるわけ徹夜をしてて夜中の2時ぐらいにやっぱこれ仮眠取らないとって思ってソファーになんかクッションみたいなの買ったからクッションみたいなので布団引いて寝ようかなと思った時に俺ねあのエアコンとかの音がすると眠れないタイプなの だから、エアコンも俺快眠にして、できるだけ静かにする。もしくは切っちゃう。で、そうすると聞こえてくるんだよ。さっきまで聞こえなかった音が。ファーって。細セラーの音がね。うわ、これ、ね、寝るのなんかノイズと思って。で、一回もう、あまりにムカついたから一回コンセント抜いたで、ワイン冷蔵庫に移して。で、その辺寝たんだけど。でもそうするとまた本当パンパンだから。 これれもなと思ってまたコンセンセト入れてでそしたら一瞬鳴らなかったからあ接触だったのかなとかと思ってワイン戻してでそのまま作業場戻って10分ぐらいしたらうわーってなるみたいなのがあってで結局そのままエアポッドしてノイズキャンセリングで寝たんだけどもう翌日も鳴ってたからもう1週間ぐらい鳴ってるんですよこれはもう諦めざるをえない鳴ってるから認めようと思ってこれは買い物の失敗です捨てたい <laughs> でね、その他のネットショップイングのサイト見たんですけどだから細いのはあれしかないのよじゃあそうすると作業場に進出する大きさのなんか横に広いやつを買わなきゃいけないでもそれでももう買おうかなと思った時に「待てよ」と思ったのこれでうるさかったら終わりじゃねと思ってネットで買ってよ、ね、部屋作業場の方に置いて置いてたらまあこれで大人だったら最悪だからと思って。 熱だと応答わかんないからねと思って、こないだこないだってかまあその翌日このニッポンズで仕事があってでニッポンズで仕事があった後打ち合わせがあった後そのまあ、地面仕事のやつなんだけど終わった後まだちょっと時間あってその有楽町にで家電量販店行ったんですよ家電量販店行ってワインセラーのところに行ったの。 で、ワインセラーの方と話したら「あそれ佐久間さんそれはなんとか式」って言ってなんか23種類あるんだってでその細いやつはまあ音が多少なる不安定さもあるかもしれないですねじゃあこっちのやつだったらあのー、な音鳴らないと思いますコンプレッサー式だったっけなとかっていうのは鳴らないと思いますって言われたんだけどやっぱ7本の細いやつなんかないのコンプレッサー式のなくてでそうすると作業場に進出してくるそうするとなんかあのー 仕事に集中しようとしてるところにもうワインがあるみたいになっちゃうから、打ち合わせ場所にワインがあるみたいになっちゃうから、それもどうかなと思って思いながら、じゃあちょっと検討させてくださいと。で、それでそのまま作業場帰っ,帰ったのね。あの、で、扉開けて、まだ編集中だったから扉開けて、荷物置いてエアコンつけようとした時、あれ、静かじゃねえと思ってえ。えと思って。で、キッチン行くと静かなので、 俺電源ついてないのかなと思って見たらついてるし中開けて冷えてんのでカチャッて閉めてでその時キッチン立ちながらもうこれ本当にね本当に思ったから俺声に出しちゃったの細ワインセーラーに向かって「俺をお,お前俺が他のに買い替えようとしたからか」って「細セラーは何も言わないよ」でもねずっと静かなでうお前俺が買い替えよう」とか 捨てようとしたから静かにしてんのかできんのかお前それって <laughs> <laughs> でそのまま部屋戻ってその日作業してたらずっと静かなんだコミュニケーションの問題だったのか <laughs> 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 と思ったんだけど静かだったのそれででよ家帰って自宅帰ってまた翌日扉開けて作業部入ったら静かな 1一日回やって収録やって戻ってきて編集って仮眠したんだけど夜も夜我慢できんのかお前と思ってじゃあ静かなうそだろと思ってで夜中一回トイレに立ってトイレ行った時そのまま作業場に戻るふりして一回キッチンってやったんですよびっくりさせようと思ってでっって油断するかと思って静かなんですよえっ、ー、と思って丸2日静かなのでお前来てんのかって。<laughs> お前、もう聞いてんのかと思ってカチャッと開けたらやっぱ静かだから。これわかんない。その、あんのそのスピーカーとかってさ、まあ半分オカルトかもしれないけど、エイジングとかって言うじゃん。ちょっとある程度やってると馴染むみ,みたいな。で、ワインセラーのエイジングって聞いたことないよね。だって、ワインセラーってワインをエイジングさせるもんだもん、ね。<laughs> <laughs> でね、そっから2、3週間ずっと静かだったの。そしたらね、ちょっと寂しくなってきてるんですよ、俺が。 でちょっとキッチンに何回か立ってお茶とか取るたんびに「最近静かだよな」って「<laughs> たまにはいいんだぜ」って <laughs> 俺一人だけに話しかけたりするんですけどやっぱやつはさ答えないから細はだからしょうがないもんあっちは答えないから「あのなんてな」っつって「<laughs> 踊る大創設の枠さんね」「<laughs> なんてな」って言って <laughs> であのー、言ってたら。 その翌々日ぐらいかなあのテレ東で打ち合わせしててでそのネットフリックスの方の AT さんが「佐久間さん編集素材揃ったんでもう一回送ります」ってあの最終回の方の「トークサバイバーのさラストの方の」「ああじゃあ俺作業場で待ってるから素材持ってきてくれるんだ待ってるわ」って言ってで作業場に行ったのよそしたら扉開けた瞬間ねブワーってなってたの今まででも一番でかい音で3週ぶりぐらいにブワーってなってて。 おいおいおいいなってんじゃねえかと思って <laughs> あの近づいたのそのブワーってなってで俺がキッチンに入ってしちょっとしばらくするじゃんやんだのよ「えお前さ俺がいない時だけうるさいんじゃないの?」って「トイ・ストーリー」みたいにさ「お前俺がいない時だけ音出してダンス踊ってんじゃないの?って」っていう勝手なイメージで「いいんだぞ俺がいる時もうるさくて」っつって「い,い <laughs> っていう話し合いをしたの。その後ね、ブオーっととかなって、そっから一日ずっとうるさかったんだよ <laughs> ですよ。今度はどう,どういうことだろうって,って甘やかしたら何のと思って甘やかしたら何のと思って、そっから。 何やってもうるせえからこれどういうことなんかわかんないからしょうがないからこれオカルトだよオカルトって分かってるよ分かってやってますスマホでアマゾンでワインセーラー調べてそれを見せたんですよその細ワインセーラーにチラッと買い替え渡してるよって <laughs> 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 うん間違ングアプリ 一 <laughs> 見せたんですけど <laughs> <laughs> なんだけどそ,<う>そしたらまた打ち合わせしてて気づいたら静かになってるんですよ。で最近は部屋開けるとあの作業場に入ってきた朝だけブオーンってなってその後ずっと静か。でそのずっと静かなままもうトークソバの編集も終わってこの夏朝だけブオーンってなってそのままずっと静かな。 だからね、あのー、まあちょっと振り回すなって気持ちもあるけどその俺はこう一個やっぱこれは本当にそうなんだなと思ったのはあの家電はね気持佐久間信行の「オールナイトニッポン 佐久間信之です最近面白かったエンタメはディズニープラス一流シェフのファミリーレストランシーズン3です佐久間信之のオールナイトニッポンゼロテレビプロデューサーの佐久間ですこの時間佐久間信之のオールナイトニッポンゼロをお送りしています、えー、一流シェフのファミリーレストランシーズン3は現代ザ・ベアって言ってあの世界的に有名な一流レストランのシェフだったカーミーが あのー、亡くなった兄マイケルのレストランを継ぐっていうところから始まる古くて汚い店からなんかその何ですかねいろんな問題のあるクソのクソ野郎みたいな人もいる中でやってく頑張れベアーズみたいな話かなと思ったら全編ずっとトラッシュトークであととにかく編集がめちゃくちゃかっこいいんですよこんなに編集かっこいいドラマは見たことないっていうぐらいのものなんですけどシーズンワンが、えー、その店がのメンバーが ちょっとずつきっかけをつかむまででシーズン2で回転すんのかなと思ったらシーズン2は回転まだ全然しないでシーズン2は一人一人のキャラクターを掘り下げる回でそれもめちゃくちゃ素晴らしかったです。でシーズン3がついに配信になってこれ75回エミー賞で最多10巻輝いてるんですけどシーズン2は。あのー、シーズン3が、あのー、また全然違うストーリーになっててまあこれまあワンツー見てくださったらスリーも一,一気に見えるなっていう感じもあるんですけどその。 とにかくそれぞれの会にもう珠玉の子。なんか人間の深みとあの美しさと汚さもちゃんと描くからの美しさみたいなのが出てくる素晴らしいドラマなんですよね。あのそんな感じです。あの前回は netflix で地面師の宣伝も僕やってるんですけど、まあ面白いからいいじゃない <laughs> 地面師もめちゃくちゃ面白いからね。うん。 えー、栃木県ラジオネームポケットに七草がいる我が家で12年使ったテレビがノイズが乗って使えない画面になった時新しいテレビのカタログをもらってきた瞬間何事もなかったかのように画面が戻ったことがあります佐久間さんやつらはこちらの言語を理解している可能性があります <laughs> そうなんだよ俺もそんな気持ちになったのよ昔のテレビうん えー、ラジオネームミクダリパン僕も昔パソコンの調子が悪くてすぐに固まるようになった時そのパソコンでパソコン下取りやパソコン捨て方と調べていたら次の日にサクサク動くようになっていたことがありました <laughs> <laughs> こいつ自分の中見てるのかよと思いました。ここれれあるんんでですすやっぱ家電はは気持ちなんですこれは あのー、もう家電は気持ち論者になってるんですけどねえー、ラジオネーム「魔法の言葉ウンバブ佐久間さんがいつもリスナーのパチンコオカルトメールにはあんなに否定的なのに自分がいざとなったら家電相手にオカルトするんですねワインセラーにスマホの画面見せるとかパチンカよりパチンカだぜ <laughs> 確かに俺家電オカルト勢だな <laughs> ラジオネーム「プラスチック多い」 佐久間さんも機械が生きていいいるとうううのによよやく気づいたようですねパチンコでもお金を打つ前に台を優しく撫でて「いっぱい出てね」とお願いするとたくさん出してくれる確率が上がるというのが僕の経験上事実として存在しますワインセラーが静かになったのもオカルトではなく佐久間さんが対話に成功したのではないでしょうか引き続き対話継続していきましょう <laughs> いやーそうなるとこういうオカルトのパチンコガチ勢の皆さんに取り込まれていくんですね <laughs> やっぱそうなんだなまあでもまあよく考えたら昔の家電ってそんな感じの扱いしてたの1人暮らしで初めて買ったテレビとか1人暮らしで初めて買ったテレビってなかなか捨てらんないしさ 俺社会人まで使ったんだけど大学時代のやつ社会人になってからようやく買い替えるかっていう時もちょっとさ買い替える前日とかさ話しかけたりしたもんねやっぱね、うん、それはちょっとあるよね <laughs> 調子悪い時話しかけたりするよねじゃあパチンコのオカルトも信じるかというとこれはまだ宗派が違うんですよ。<laughs> 家電の家電は生きてるもんだけど、パチンコはなんかあのもうルーティーンというかその AI というかじゃないですか。台は生きていや台はあれは生きてないですよ。台はまだ生きてないですあれはあれは AI に支配されています。<laughs> 家電は一個ずつネットワークに繋がってないから。アナログだってこれワインセラーを繋がってないじゃんネットワークにはね。でもパチンコはすべてマザーコンピューターに動かされてる。 マザーコンピューターに動かされてんでしょ？集合体にパチンコのっていうマザーコンピューターが電ので <laughs> <laughs> よっぽどオカルト。ラジオネームツー。 後輩のエクセルさばきが早すすぎて手品みたいです全くマウスを使わずショートカットキーだけで操作をしています。うわ、いるね、そういう人。同じ作業を半分ぐらいの速度で終わらせられるので頑張って技を盗んでいます。うわあ。いやー、ショートカットで使える人すごいね、うん。テレビの人はもうほんと使えないからね。うん、テレビの人、テレビのおじさんたちはまあほんと使わない。うん だってエクセルのマクロ組めないんだから俺の同期ぐらいの人たち <laughs> 衝撃なんだから俺ね,ねまあもうさすがにあれだけど45年前に生放送の番組の表を同期が作ってるの見てる時に打ち込んでたからねそのいやそれは計算できるだろっていう時にいちょっとやり方わかんなくなっちゃってみたいな、うん、っていうなってたからねえー、兵庫県ラジオネームいくらほかっちゃ 私が手品みたいと思った瞬間は友達が味噌菌を見せてきた時です朝学校に来てから味噌菌を持っている素振りなど全然なかったのに昼休みになると急に私を人気のないところに呼び出してそっと上着の中から味噌菌を出しましたその手さばきは帽子から鳩を出すマジシャンそのものでしたいやっていうかどっちかっていうとさそのプッシャープッシャーだよね人気のないところでちょっと出す それぐらいあれかまあこの若い子だからねこの子ねあの学校って言ってるからねだからこう高校生とかにとってはそのちょっとみそ菌あるんですけどっていう <laughs> <laughs> あー面白い富山県ラジオネームゆっち今実家に帰省しているのですが私の父のご飯を食べる速度が冗談みたいに速すぎて少し目を離すともう食べ終わっていて手品みたいだなと思いましたあー 吸吸いい、ね、い込込みみねね的に食べる人いる人もん、ね、ズババババって食べる人いるうんあいるわ、うんうん、俺も食べるの早い方早くなった AD やってて、うん、AD やっててやっぱ編集所でその配り終わって俺がちまちま食べてるともうなんか空気悪くなるってのが何回もまあ今はそんなことないんだろうけどそれでなんか、あのー、吸い込みタイプの人間になっちゃったねうん <laughs> 1>, 1秒でも寝たいし <laughs> 本当に1秒でも寝たいと思って、うん、だってもうマジで本当に AD の頃そのドラマやってたんだけどドラマのスケジュールが全く合わなくてで制作さんが新人の人で制作ドラマって制作さんっていう人は別なのよあのドラロケ地を選んだりご飯を弁当を用意したりする人は制作さんって言われバラエティは一緒なんだけどでその制作さんから毎回ね「そのすいません井戸飯になっちゃいます」って言って「井戸飯」っていうのはあの飯を食う時間がなくて。 次のロケ場所に移動する間に飯行くんだけどそれが毎回そばなんだよ。<laughs> でそばで,でびしょびしょになりながら <laughs> 食べるからお前マジで移動飯になる可能性がある時そばにすんなよって言われながらいや皆さんでもちょっと暑いからって,って言ってそういう人だったんだけど。 僕の会社の上司はタバコを吸うときにライターのガスメモリを常にマックスにしているので毎回火がかなりでかく上がって一緒に喫煙所に行くたびに手品みたいだなと口には出しませんが思ってますまあいるねなんかわかんないけどさガスがさ思いっきりでかい方がかっこいいと思っている人いたよねいたいたうん。あとその実報をさ つけるときにあのこのこっちでつける人、指でつける人、あ <laughs> <laughs> の指鳴らしてつける人いたよね <laughs>、えー。ということで明治とのコラボコーナーに参りましょう。企画書は甘いラブレター。 明治は季節のイベントごとにチョコレートの楽しみ方を発信しているということでこのコーナーでは季節のイベントごとの企画をリスナーから一行の企画書にして送ってもらいます。今回のテーーマは花火大会です、えー、兵庫県ラジオネーム取引 花火大会の密着撮影をされることになった気難しい花火職人が初めのうちは煙たがっていた天真爛漫な若手ディレクターに自然と心を開いていく物語花火を見るには明るすぎるあーいいねいいいいすねたまにある職人ものというかあのー、実際にあるからね。あのー 花火師さんとかにあの AD の頃とかにご挨拶行った時にハマる人とハマらない人で逆に明るい全然キャラが違う人の方がハマったりすんだよねマジでうんそれはそう本当あのー、ちょっと逆に礼儀正しくしてるやつの方がなんかはまんなかったりすんだよなおどおどしてるように思われて神奈川県ラジオネーム哲学スノップ レジャーシートの上でビールを片手に花火を見ながら食べる最高にうまいグルメを紹介する番組花火グルメスターうまいん <laughs> うまいね <laughs> スターマインねスターマイン花火ってあるからねでも花火見ながら食べる最高にうまいグルメってなんだろうなみんなは屋台になるんでしょ屋台のものがほとんどってなるでしょ俺はねもうねあの隅田川花火を20年やってきちゃったから 隅田川花火のお弁当って大体「タヤっていうところののり弁なのねでそれがもう決まりなのよまあ俺の YouTube のサブチャ見てもらえばもうその時も出てるんだけどだから俺はもう花火を見るとツタヤが食べたくなるっていう体にもうなっちゃってんだよねうんっていうのがあるから俺はツタヤののり弁なんだけど、うん、スターうまい非常にいいですねビール飲みながらなんかスポンサーもつきそうだねえー、茨城県ラジオネームヤギの子分夜,夜空に白い光がピカッと光る それを見ていた群衆に向かって、一人の男が話し出した。あー、さっき連絡があって、ちょっとしたボヤがあったらしく、花火はしばらく上がらないらしい。墨田川花火大会の裏で起きていた、地球の危機を救い、偽の記憶を植え付けるウィル・スミス。<laughs> <laughs> メインブラックね。あー、<laughs> そっか、俺、先週話した。伊集院さんと、あの最後のフィナーレ、花火が上がらなくて。 俺たちが恥ずかしい思いしたってやつメインブラックだったのかもしれないな <laughs> もっとすごいね短い間にそのすごいことが起きてたのかもしんないな兵庫県ラジオネーム取引屋か地元の人から聞いた「人も少なくて花火が綺麗に見える場所があるからそっちへ行こうよ」などとわざと周囲に聞こえるように偽の穴場スポットまで何人ついてくるかを競う企画。<laughs> 道連れ花火選手権 <laughs> 最,悪最悪最悪最悪だけどこれワンチャン引っかかる人いるだろうなああ,あ,あるあるこれはあ,あ,あのその昔友達たちと東京湾花火っていうのはまだやってた時に東京湾花火でもすごい大変人になるじゃんあの芝浦のあたりとかその時に,にこの騙されたわけじゃなくて。 穴場があるんだよっていうような話を聞いて俺大学の友達とついてったらその金持ちのマンションで <laughs> 入れないだからそりゃそうだよなっていうのはあったよそんなんか見えるスポットとかじゃなくてちゃんとマンションだったっていうのあってすごすご引き返したってことあるからね。うんえー、ラジオネームームゴ 1>, 1枚だけスマ,ホスマホで写真を撮っていいというルールで花火大会の最後の一発がどれかを予想して写真に収める友達同士でやったらかなり盛り上がりそうな新競技ファイナル花火チキンレースおーい,い,いいねこれは盛り上がるよだって花火っていつ終わるいつ終わるえこのしだれ桜のやついやちょっと待ってもう第三形態まであるみたいなのがあるもんねこれさあのきえっ、ー、と ファイナル花火のチキンレースでもいいし、もしかしたら、1枚しか撮れない綺麗さを競うでも別にできるよね。一番綺麗なが、もしかしたら序盤にクライマックス来てる可能性もあるし。だからそれ1枚だけ撮るのもで綺麗さもできるよね。それもできるかもしれない。いいな東京都ラジオネーム前年投手選手コピーマン。ちょっと後ろの方に花火が上がると、キャッチャーマスクを飛ばして追うように花火を見る。里崎。<laughs> ててて開けけね <laughs> なんんで毎回つけてんのどういういことなのど,こでどこで見てんの花火大会をキャッチボールしながらブルペンで見てんのブルペンで見てて花火が上がるってことは上がる場所が分かるじゃんだって <laughs> あーいいですね東京都ラジオネーム猫背、ね、ファミリー一国道のパクリじゃねえかと文句を言う初めて花火を見た人 <laughs> 遅れてね遅れてくんのかい 一国の花火一国道じゃねえか!」それ雷見ても思うんだろうな <laughs> <laughs> えー、北海道ラジオネーム懲りずにミニラーメン散るまでの一瞬で読み取らなくてはならない QR コード打ち上げ花火 <laughs> ああ<ー> <laughs> これでもそのうちできるかもね十何年前ってさピカチュウ花火ですって言われてもさ嘘つけみたいなやつだったじゃん最近ちゃんとしてるもんねだからもうあるかもしんない え、あれはあんのドローンはもうあんのかなドローン、ドローンはもうあってもおかしくないよね ?QR コード。ブワーってなって QR コードとか。うん。それとか中国とかさ、あの辺とかでもうありそうだよね。うん。これもうできそうじゃないですか。ということで今週は以上。今週のベスト企画メールは、えー、あ、ファイナル花火チキンレースにあげたかったんですけど、これ住所も何も書いてないですね。これはあげられない。あげられないね。じゃあ、 ラジオネームゴーシーはちょっと惜しかったですファイナル花火チキンレース、えー、東京都ラジオネーム前年当初選手コピーマンキャッチャーマスクを飛ばして多いように花火を見る里崎こちらにお送りします えー、このベスト企画を使用した明治とのコラボ X キャンペーンも行っております詳しくは番組 X をご確認くださいそしてコーナー内で読まれたリスナー全員とメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で3名に今週は新プッカセットをプレゼント新商品のプッカ塩ミルクプッカヤンヤン漬け棒ヤンヤン漬け棒いちご味全てをセットにしてプレゼントしますプッカ塩ミルクはめちゃくちゃうまいです暑い夏でも手を汚さず美味しく食べられる新商品ぜひお店でも探してみてくださいあそういうことか確かに 汚れず食える商品の到着に1か月ほど時間をいただく可能性がありますご了承くださいさて来週のテーマは「お盆休み」です明治のチョコのプレゼントもございます企画書をお待ちしております受付メールアドレスはサクマットマークオールナイトニッポンドットコムサクマットマークオールナイトニッポンドットコムメールの件名ラブレターと書いて送ってくださいここで1曲「リップスライム」で「ライドオン」「ラジオチャンピオン」「ラジオネームヤナトラマン」 おすすめ三十戦は千を名乗るな選手権。<laughs> <laughs> あ確かに。俺おすすめ六十戦って言ったこといたよ。<laughs> オールナイトニッポンゼロ。え <laughs>、ね、佐久間です。いや俺ねあの何、ー、だったっけ週刊ダイヤモンドだったっけな。あ,だあのなんか夏休みとか年末年始に見たいエンタメ作品ベスト六十みたいな出させられて <laughs> いれ。いやそれはいやもしかして八十だったかもしれない。 とか出させられてその一回一日二本見ても思わねえだろうっていうので多すぎませんかっていう何回も言ったんだけど何かそのうんそのまま出させられたことはあるからねうん出せたんだけどちゃんとエンタメ作品だからいろんなジャンルで映画10本とかっていうのでどんどん出せたんだけど「ラジオネームマッチョマンパチンコは AI に動かされているから家電は違う」という理論に基づけば。 アレクサとかシリはパチンコとといいいいうこででですすすか <laughs> いやいやあれはパパチチンンココじゃないです AI, です AI パチンコが俺の勝手なイメージねやってないからやってない俺からする勝手なイメージはあれはそれぞれが個人の意思なんか持たず家電は個人の意思があるかもしれないただパチンコはマザーコンピューターと言われているその手塚治虫の漫画に出ている <laughs> ようなのに操られてて。 お前らはその手のひらで遊んでいる <laughs> 群馬県ラジオネーム「金のペンギン」えー、佐久間さんパチンコはマザーコンピューターにつながっているからこそ優しくしてあげる必要があるんです <laughs> 結局僕たちの全ての行動をパチンコのマザーコンピューターは見ているんですだからこそ生活において一瞬たりとも気が抜ける瞬間がないんですこれはオカルトでも何でもありません必然です <laughs> マザーコンピューターにつながってるからこそ優しくいい人間でないとはじあパチンコやってない時もパチンコ始まってるってことそういうことだよね全部見てるってことだよねそれってもう神様みたいなことでしょ徳を積まないとってことでしょゴミ拾ったりするってことでしょじゃあもうそれはそれでいいじゃん <laughs> 日常も良くしていこうってことなんだからうん。 えー、ラジオネーム「ココナッツ」「催眠術にかからないなみなならぬ自信があるということですがこれだけ言っといて催眠にかかったらさすがに叙々ペ弁トいいですか <laughs> ああはいはいはいまあまあそうねスタッフにねやりますよそれはもちろん<う>当然うんいや俺かかんないと思うんだけどな構造が分かっちゃってるものってか,かかんない気がすんだけどなかかんのマジシャバい <laughs> ばいっすよマジでラジオネーム「コアラ」佐久間さんそれだけ催眠にかからない自信があるなら一度花粉が重くて上がらないみたいな催眠術かけられてみてくださいいや怖いだろう本番始まる時も上がんないんでしょ何回やっても上がんない怖いわ、うん、いるの過去ラジオで催眠かかる人ってラジオで催眠術かかる人っているのリスクでかすぎない えー、千葉県ラジオネームおおかりおし佐久間さんにはテレビ東京の佐久間信之と言ってしまう催眠術をかけてもらうのどうでしょうかこいまだ,だにあのテレビ東京のはラジオでは言わなくなったけどその打ち合わせしてる時に、まあ、福田にも言ってると思う「うちの会社は」って言っちゃうんだよよく、うん、それ言っちゃういまだに言っちゃって変な空気になる時あるんだよねもう辞めて年年経つの、ね、4年目なのにに目な それはちょっと思いますね、えー、テーマメールです北海道ラジオネームしなしな私の夫はお風呂のドアを閉めてから上がってくるまで5分しかかかりません毎回手品と思うぐらい早いです毛量は多い方なのでシャンプーにもしっかり時間がかかると思うのですが夫は全身きちんと洗えているのでしょうか佐久間さんはお風呂に何分かかりますかいや5分は早すぎるって絶対 だって、シャンプーするのに最低でも、俺の長さでも3分4分はかかるよ。で、その後体をさ、左手から、とか俺は左手からあるんだけど、左手から洗ってったとして、5分ぐらいかかんないねえ。で、湯船使かるでしょ。湯船使かったらもう10分か15分はかか、10分はかかるでしょ、最低でも。だから、その、入ったふりしてる可能性あるよね。<laughs> トータル15分ぐらい俺は、うん、だと思うそれでも家族ではダントツ早いよ、うん、だからあの俺が最初に入る入る,入る娘が先に入るっていうともう覚悟する、うん、マジかよーって思うマジかよーって思うじゃん <laughs> もう奥さんもそうだけど奥さん奥さんに30分で娘ひどい時1時間、うん、18歳の娘はやっぱ1時間かかるんで <laughs> 1>, で1時間かかるのを分かった上でやつらそのタブレットとか持ち込むじゃない、うん、あのちゃんとリラックスタイムにしようとしてるからだからまあまあそうですねああお舟使ってないんじゃないですかこの旦那さんは、えー、引き続きメールお待ちしております受付メールアドレスは、うん、サクマットマークオールナイトニッポンドットコムですここでで曲羊文学で More Than 佐久間信行のオールナイトニッポンゼロ。 佐久間行のオールナイトニッポンゼロそろそろお別れのお時間です。今夜の放送は Spotify のポッドキャストで無料でいつでも聞き直すことができます。なお Spotify では本日の放送分だけではなく過去の放送アーカイブも独占配信されております。過去の放送を聞きたい方は Spotify のアプリをダウンロードしてぜひチェックしてみてください。17では番組終了後にアフタートークもあります。そちらもぜひご覧ください。えー、ラジオネー。ムテラ 確かにパチンコはマザーコンピューターのようなものが存在しますが我々は代を通してマザーとも対話しているので佐久間さんの理論は通りませんパチンコは生き物であり呼吸もしますし人間の言葉もわかります大枠では我々と学術的に同じであり違いは哺乳類かそうでないかのみです <laughs> 怖えんだよ怖えんだってここまで言ってくれって言ってないんだよ <laughs> 毎回毎回パチンコオカルト勢は俺の想像を超えてくるんだよなそして絶対にさパチンコオカルト勢は個人情報を載せないメールで送ってくるんだよ本名を載せないで送ってくるんですよこれどこの団体の人たちなんですか怖いんですよマザー出しちゃったからあマザーってやっぱ出しちゃいけないことだったのねパチンコマザーコンピューター説は <laughs> あ,あ,あのこ、ー、れ本出したいじゃないですかご機嫌ななの技術おかげさまで重版してるんですけど、あのー、来週の火曜日にヒコロヒーとそれの販売記念イベントオンラインイベントやるんでヒコロヒーと十一時から火曜日21時13日21時からで、えー、とチケットまあ本付きなんですけど本付きのチケットが売ってるんでもし興味あったらちょっと調べてみてくださいヒコロヒーと久しぶりに喋るんで楽しみになんですけどねあのー、って思,思っております えー、トークサバイバーねあのさっきも流れたけど「孤、え、独、っとランデブ」ってキス我慢の主題歌なんだけど前回もライブやってくれたけど今回サンボマスターが作ってくれた「稲妻」っていう曲がねめちゃくちゃかっこいい俺もしかしたら一番好きかもしれないライブでも,もう早く聴きたいっていうような名曲を作ってくれたんであのー、楽しみですね、えー「トークサバイバー」は9月なんで皆さんそれをお楽しみにしてくださいということとあと天気が普通の不安定なんでね皆さん本当お気をつけながら。 あの日常生活をお送りくださいやろうども港に別れを告げる要素のテレビプロデューサーの佐久間信之でした。 佐久,間信之です佐久間信之の「オールナイトニッポンゼロ1 7限定のアフタートークですえー、まあオリンピックやってますけどもえー、やっとこれで2個2個メダルを僕は読めたってことですね嬉しかったですよあの、ね、皆さんほんと俺はねメダルの話がしたいんですよマザーコンピューターの話したいわけじゃないんですよ <laughs> あとなんかさあのラジオはまだいいんだけどワンショットでそのカメラに向かってアフタートークだからねあの マザーコンピューターがって話し始めるともうせっきく君だから <laughs> だからアフタートークではちょっとパチンコオカルトの話はしないですが怖いんであのー、パチンコってマザーコンピューターに支配されてるじゃないですかって喋り始めたらもうほんとそうなっちゃうんで <laughs> なんかねあのー、R 師弟偽 R 師弟の人なんかどうやらあのそうだあれえっと ね、アフタートークじゃなくてメールに一回来てたけどねなんかどうやらあのサイネージ作ってる偉い会社の人らしいんだけどあの喫煙所関連の人らしい <laughs> なんか喫煙所の、ね、サイネージを作るみたいなそういうなんかあの仕事をさせてるらしくてやっぱりいよいよやっぱ R 市でとなんかその人が喫煙所で撮った写真がネットに出回ってるらしいから <laughs>。 そうなると結局両方ともヤニにか絡んでるヤニが絡んでる人なんですよ。うんあのまあ、俺は名刺をね一応ね個人情報かなと思って隠したけどもう顔出しで名前出しでガンガン取材とかを受けてるタイプの人らしいです。あの結構ちゃんとあの IT 系の仕事をしてらっしゃる人でだからすぐもう分かるらしいんだけどそんな人がさあんなに近くていいのある指定に。本当にうに、ん、まんま見ちゃったんでうん。 見ちゃったんででえアフタートートクで <laughs> おレスリング女子5 0キロ級で須崎優衣選手がウクライナのオクサナ・ディバチ選手との3位決定戦に勝ち銅メダルを獲得しました <laughs> いや素晴らしいレスリング強いですねレスリングってなんでこんなに強いんだろう今回びっくりしたのは、まあ、スケボーも驚いたけど レスリングはこう、まあ、昔から強いの知ってるじゃんあのフェンシングだよねフェンシンシグってあっという間に強くなったからまあ俺本当素人考えで言っちゃうけどあの太田さんってそんなにすごいのかなって思っちゃうよねだってえフェンシングってもともと武井壮さんが会長でその後太田さんだよね多分そうのはずで太田さんになって34年でしょでもうこの結果だもんねそんな違うのかな あフランスのコーチが就任してるからとかなんだへえなるほどねスケボーはなんかまあこれも俺も素人考えでなん,かなんだけどちょっとだけへえと思ったのはスケボー強い理由の1個が治安がいいからじゃねえかっていうあ要は練習できる1人でとも遊べるとかあとはそのそのなんつうの公園で普通に遊んでも大丈夫やっても大丈夫みたいなのもあるからじゃないかっていう風にあの 言っっててるる意見を見をそれはななほどなと思ったね不良じゃなくてもっていう、うん、だから治安が悪いところでだけじゃなくないところでもやれるからっていうのもあるんじゃないかなって言っててそれはなるほどねみたいな感じは思ったなと思いますねいやオリンピックもねもうすぐ終わるんで、あのー、ちょっとちょっと東京オリンピックは複雑な気持ちでも見てたからコロナ中だったし普通に楽しめるオリンピックだねいいいいもんだなとやっぱり思います。 えー、佐久間信幸のオールナイト日本ゼロは毎週水曜深夜3時から17でライブ配信してます。誰でも無料でスタジオの様子を見ながらオールナイト日本ゼロの放送を楽しむことができます。ぜひご覧ください。というわけで佐久間信幸でした。また来週バイバイ